韓国産助っ人。先日阪神タイガースは韓国リーグでホームラン王、打点王の2冠に輝いた韓国 KT のメル・ロハスジュニア、最多勝のラウル・アルカンタラを獲得しました。しかし阪神ファンからは、韓国リーグでの実績は信用できない、ロサリオの再来といった厳しい意見もあり、韓国リーグ出身者の活躍に疑問符がつけられているんです。そこで一つの疑問が生じました。これまでの韓国リーグ出身助っ人はどれくらい活躍したのか。というわけで今回は韓国リーグ出身者が活躍する確率を検証したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。評価基準、今回は KBO から翌年 NPB に移籍してきた選手を対象にします。また偏った評価を避け、公平を期するために里崎チャンネルで使われている里崎指数で評価し、助っ人として求められている活躍を考慮して、今回は A 以上を活躍したと定義して紹介したいと思います。里崎指数で A 以上とは、投手10勝以上、35ホールドポイント30セーブ、野手打率3割以上、25本70打点30盗塁です。里崎指数の詳しい評価基準はこちらの動画で説明しています。検証結果、これまで KBO でプレーして翌年に来日した助っ人は投手13人、野手7人。投手一覧がこちらです。上から2番目、ラスの NPB 所属先が巨人と楽天になっている理由は、2003年にトゥサンから巨人に移籍してきた後、結果を残せず再びトゥサンに戻り活躍し、今度は新規参入した楽天に移籍したためです。活躍する確率は13分の2、 15.3% でした。グライシンガーとバンデンハークが大当たり、その他にもヤクルトに在籍したハフは2年目の2019年に68試合に登板、防御率 3.97、 苦しんだヤクルト投手陣を支えました。また今年巨人に移籍してきたサンチェスは8勝を挙げ、日本シリーズでもソフトバンク相手に好投、来年以降の飛躍が期待されます。 KBO 最終年の成績と来日後の NPB 成績比較がこちら。この表はグライシンガー以降に来日した選手を載せています。ほとんどが KBO で主要タイトルを獲得し、先発投手として来日しています。阪神が獲得したアルカンタラはこの中でもトップクラスの成績を収めていて、阪神ファンの僕にとっては活躍する妄想が膨らんでしまいます。続いて野手一覧がこちらです。今回は韓国から日本に移籍してきた助っ人を対象にしているので、ペタジーニのヤクルト巨人時代の成績は除いています。活躍する確率は7分の2、 28.5% でした。投手に比べて活躍する確率は高めです。まだ他の選手も40打点以上はマークしていて、元阪神のメンチやフォードのように全く活躍できない、飛んだ大外れはないのかなとは思います。特にタイロンズ、ホセ・フェルナンデスはプロ野球史に名を残す有料助っ人となりました。続いて KBO 最終年の成績と来日後の NPB 成績比較です。どの選手も KBO 時代はえげつない成績を残してから来日しています。しかし KBO は極端な投高打低と言われていて、ほとんどの球場が両翼 100m 以下と狭く、ホームランが出やすいです。ちなみに東京ドームは両翼 100m、 ストライクゾーンは MLB と NPB の間と言われています。今年阪神で印象的な活躍を見せたサンズですが、後半は弱点の内角を徹底的に攻められ、これまで見極めていた落ちるボールを振るようになり、全く打てなくなりました。来年は進化が問われますね。今回阪神に加入するロハスジュニアはこれまでの選手の中で一番の OPS を記録しており、またスイッチヒッターのため、元阪神ロサリオのように外角スライダーで振らされる心配はありません。阪神ファンとしてはかなり期待してしまいます。というわけで今回は韓国産助っ人を紹介させてもらいました。ピッチャーの成功率は 15.3%、 バッターは 28.5%、 普通の助っ人と比べて成功する確率はピッチャーは同じぐらいで、バッターは少し高めなのかなと個人的には思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。